言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。火曜日なんですけれども、水曜日にねオリコンとビルボードのチャートの結果が出るということであるわけですけど、毎週こうだったかな、ただなんかもう出てるんでそういうことなんだなって思ったんですけど、 BE:FIRST のアルバム、セカンドアルバム 2B がオリコンランキング週間アルバムランキングで初登場1位を獲得したという報道がありました。おめでとうございます。ヤフーニュース、あ、オリコンニュースですね、失礼しました。こちらで初週 10.7 万枚を売り上げ、9月3日発表の最新オリコン週間アルバムランキング1位ということです。はい、非常に素晴らしいと思います。9月3日の4時に上がっていますね。まあ今が6時10分なんで、つい2時間前に上がったばっかりのものですね。これで2022年9月12日付で1位を獲得したファーストアルバム B1 に続き、2作連続通算2作目の1位獲得となったということになります。はい、まあ非常に良かったなと思います。ただ実はツイッターの方で情報をもともと仕入れていたんですけど、ビルボードに関するニュースがね出ていたので、オリコンが1位というのはなかなか、ああそうなんだって思ったんですよ。というのがビルボードの方の週間アルバムセールスチャート、ビルボードジャパン週間アルバムセールスチャートですね、トップアルバムスセールス、こちらですと9月4日公開のもので、アライブ、アイブのアライブですね、 K-POP グループアイブです。こちらが当初117,648 枚を売り上げて首位を獲得したと書いてあって、で BE:FIRST の 2B は 109,162 枚で2位だったということなんですよね。なので、まあつまり、まあ、もともとこちらの方がですね、IVE と BE:FIRST、 もともと先読みで1位 BE:FIRST だったんですが、327枚の差しかなかったので、その後のIVEの追い上げっていう部分が、まあ、予測もされていたというか、その結局日本のチャートがアルバムを結構たくさん積んでっていうパターンが多いから、まあファンダムだったりとかそういったところの方向性とかそういったものでなかなか難しいのかなっていうのはちょっと思ってはいたんですが、ただ実質まあなんていうか、皆さんもご存知の通りね、BE:FIRST というか BMSG 全体というか BE:FIRST がってことかな、 CD アルバムのこうなんか積むっていう感じのやつが、要するに皆さんの経済だけではなくてね、地球環境的な部分でよろしくないというところの SDGs 的な観点からいろいろとまたねやっているっていうところがあったわけで、その中でまあ2位というのも非常に大健闘だと思っていたわけですよ。まあ、ビルボードも本当に大健闘、オリコンで1位というのが、これがだから嬉しいですね。どうなんですかね、9月4日公開でビルボードが、でそのオリコンが9月3日公開ということで、1日の差っていうのって関係あるのかな。でも集計期間が同じだったらあまり意味がないというか関係ないような気もするので、まあいずれにしても1位と書いてあるのでね、オリコンニュースの方で、まあ非常にこれは良かったんじゃないかなっていう気がいたしますよ。はい、で、もう一つですけど、月曜日カウントダウン TV ライブライブでブリスフル BE:FIRST を歌唱しましたが、なんと9月9日月曜日、つまり来週ですけども、そちらの方でもブリスフルを歌唱予定ということで、でこちらでですね、楽しい夏の思い出の映像を大募集しますということで、カウントダウン TV の方からインフォメーションがあります。つまりなんか BE:FIRST の歌唱の時、ブリスフルの歌唱歌の時に歌演出があるようで、まあ家族とのバーベキューだったり、恋人との花火大会だったり、親友との旅行海水浴だったりとか、そういった夏の思い出のものを演出として映像を流すみたいな感じですね。で送っていただいた映像が使われるかもみたいなところで、カウントダウン TV の
ツイッターの方でそれがありました。なのでこちらもぜひね、募集があるのでというのと、2週連続でブリスフル歌わせてもらうというのもね、非常にこれも素晴らしいことだと思います。なかなかね、珍しいんじゃないかなって気がするんでね、うん、ということでございます。いやでもなんかいろいろと良かったですね、そうなりまして。で今日が9月3日ですけども、明日が9月4日で 80s とのコラボ楽曲ロイヤルがデジタルリリースされますんで、だいたいデジタルリリースなので、あの日付が変わったらっていうことになると思いますんで、でね、あの水曜日は実質いろいろとね、まあビルボードのチャートについても出てくるし、まあそのアルバムチャートっていう部分で2位っていう結果はビルボード出てますが、ビルボードはいろいろまた大事なものもありまして、ブリスフルがですね、やはりなんていうか、なるべくチャート上位の方にたくさんね、あの長い間いてくれればっていうところはやっぱりあるので、1位というのはね、なかなか難しいとは思ってますが、でもね、水曜日の方のそのブリスフルがどの辺にいるかっていうところで、うん、まあね、どんな感じになっているかっていうの楽しみですね。結構プロモーションとかもね、ラジオを J-Wave であのコラボウィークをやったりとかね、 LINE ミュージックのキャンペーンとかもありましたが、でカウントダウン TV で2週連続ブリスフル歌唱するとか、まあそういったものもたくさんありますからね、ブリスフルはかなりこう、プロモーションとしてやっているんだなっていうところでもありますね。アルバムっていうものにこだわっているグループではないし、会社ではないっていうところは、そこはあの踏まえた上で、だから絶対に1位を取らなきゃみたいな感じの、まあ、なんかあまりよろしくない脅迫観念がどうしてももう10年以上日本のそういう、なんでしょうね、特にダンス&ボーカルとアイドルを中心とした日本のチャートのところでね、あって、それこそなんですよね、これはもう何回も言ってますが、もうショックを受けた事例なので何回も言ってますが、つまりとあるグループのアルバムをたくさん積むために、もう10代の女の子がバイト週4だったのを週6に増やして、であのもやし生活をしてアルバムをたくさん積むっていう、でそれについて良い大人が、あのいいぞすごいぞもっとやれみたいな感じになるっていうね、うん、本当に健全じゃないし、なんだろうなって思っています。これを聞いて、もともとなんていうのかな、アルバムを積むっていうこと自体、まあ許容するっていうか、それもありだよねとは思っていたんだけど、大人であって自分のなんだろうな、自分の責任でっていうか、そういうところであればいいと思ってるけど、さすがに10代の、まあ女の子だけじゃないですよ、10代の、まあ言い方あえてこれにします、10代の子供にそういうことをさせるっていうのが本当に幸せなのかって話でね、本当にちょっと嫌な言葉を使いますが、新興宗教とかへの寄付と同じじゃないかってちょっと思っちゃった。はい、本当に嫌な言葉を今使いましたね、失礼しました。ただ自分の素直な気持ちを吐かないとしょうがないんでね、むしろちょっと怒りすら感じたところだったんで、その昔ね、ただ本当にショックでずっと頭に残っててね、うん、これはだからもう多分ずっと言い続けます、ずっと言い続けますきっと。はい、まあでもね、それこそやっぱり大人であれば自己責任でもあるし、でもちろん私なんかがね、そういうものをなんていうか、うん、決めつけることなんかできませんから。ただね、この言い方スカイハイもよく使ってる、健康的ではないっていうところはね、そうだと思ってるんで、はい。でもね、そんな感じの上でやってて、あのベスティはよくわかってるけど、それでも本当にオリコンで1位を取ったっていうところは素晴らしいと思ってますよ。ビルボードも大健闘でした。はい、というわけで、はい、ちょっと思ってるより語ってしまいましたけどもね、まあ、とりあえずもろもろリンク貼っておきますんでね、ぜひ参考にしていただければって思います。 BE:FIRST も供給がとても多いのでね、嬉しいですけれどもね、まあ、追っていくのが大変なもんで、またちょっとね、情報をまとめたりとかするのもね、私なりにも出していきたいと思いますし、情報アカウントとかもろもろいろんなのを駆使してね、公式の情報ももちろんチェックして、それで皆さんも BE:FIRST のコンテンツをたくさん見ていただければと思っています。はい。ではこの辺で失礼します。言いたいことは今日言っておく、マンシカドの語り部、グランパンパースでした。ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。
私グランパンパース現在登録者数3万人を目指しております。もともとはねこだわりは持ってなかったんですが、日本の J-POP ボーイズグループ中心ですが J-POP を世界にっていうことでそれを標榜してやっております。でその時に新規で来てくれる方も増えましたので、おかげさまで、そうした時に登録者数が多い方がやっぱ説得力があって皆さん来やすいというところもあるので、なので自分でちゃんと意思を持ってやっていくっていう風に決めました。はい、2万人達成して3万人目指しています。で登録に関してなんですけれども、登録していただいてももちろん YouTube は無料ですし、仮に私の動画が合わないと思って解除される時も私などに通知は来ませんので安心していただければと思います。で登録をしても変なサイトに誘導されたりとかそういうことは一切ございませんので、安心して登録していただければと思います。でもし一度登録したけど解除したんだけどまた登録してやろうかなって思った方は、もしよかったらまたお願いできればと思っています。はい、でもう登録してくださっている方はありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。いろいろねコンテンツもいろいろ考えてやっていきますので、ぜひ皆さんに良い動画を届けられますようにモチベーションアップとしてやっていきますんで、よろしければお願いいたします。それでは失礼します。